こんにちは、チャラです。今日はもうすぐ夏休みということで、自由研究的な話題をご紹介したいと思います。今日は桃太郎について詳しくお話ししていきたいと思います。皆さん、桃太郎のお話ご存知ですか？簡単に説明すると、昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいましたから始まる有名なやつですね。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から桃がどんぶらこどんぶらこ流れてきます。おばあさんがそれを持って帰ってお家で割ってみると、中からあら不思議、桃太郎が生まれました。桃太郎は犬、キジ、サルのお供を連れて鬼ヶ島へ鬼退治に行きます。バッタバッタと鬼をやっつけた桃太郎たちは、連れ去られた人たちや鬼が盗んできた財宝を取り返して無事村まで帰ってきました。その後幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたしというようなものですね。皆さん、このお話を読んだことがある人なら、なんで桃って思われた方いるんじゃないでしょうか。今日はまずそこからご説明していきますね。日本での桃太郎のお話、結構古くからいくつかあります。お話のパターンとしては、桃から生まれるパターンと、桃を食べたおじいさんとおばあさんが若返って桃太郎が生まれるパターン、二つのパターンがあります。ただ、どちらにもやっぱり桃は共通しているんですね。では、なぜ桃なんでしょうか。リンゴ太郎でもラフランス太郎でもいいじゃんって思いますよね。ただ、桃であることにはやっぱり理由があるんです。桃太郎が一番最初にできた起源っていうのは、詳しくは分かっていないんですけれども、できてから長い間、現在までの間で、桃っていうシンボルは変わっていません。ということはやっぱり桃には理由があるんですね。今回は潮流でお伝えしますね。桃っていうのは中国でとても神聖なフルーツとして扱われています。中国では桃は生命の象徴とされているんですね。中国の伝統的な結婚式なんかでは、大きな桃のおまんじゅうからちっちゃい桃のおまんじゅうがポコ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 出てくるような、子孫繁栄を願った伝統的な食べ物も食べられるそうです。ということで、桃っていうのは神秘的な生命の象徴でした。昔の日本人は多く中国の文献とか教えとかから学んだりしていたので、この中国の思想考え方が桃太郎に反映されているのではと考えています。では次に、なぜ桃太郎は鬼退治をしに行くのっていうところを考えてみたいと思います。鬼、だいぶこの言葉流行りましたね。優しい鬼もいるんだっていう印象を持っている方もいるんじゃないですか。先ほど桃は生命の象徴っていう風にお話ししました。では、鬼は何を表しているのでしょうか。鬼という漢字は、鬼と音読みしますよね。鬼滅の刃流行ったと思います。その鬼、鬼っていう漢字の語源をちょっと考えてみましょう。鬼というのは、死者の魂のことを表しています。鬼という漢字から連想されるのは、悪いこと、死というイメージだったんですね。なので、生命の象徴である桃から生まれた桃太郎が、死を意味する鬼を退治しに行くという完全懲悪のストーリーが生まれるんです。この中心の意味合いに肉付けがされていって、今の桃太郎のストーリーになったと思ってください。桃太郎は生命の象徴、たくましく元気、ヒーローなのでいい人だから鬼退治に行きます。鬼の方は死というものの象徴だから悪い人なので、人をさらったり金品を盗んだりするからやっつけられる悪い人っていうような分かれ方をして、今の絵本のような物語になりました。このように物語の中心の意味が分かると、実は見えていなかった、あれ？なんでこれが悪い人でこれはいい人なんだ？っていうようなところも見えてくるので、物語の読み解き方で面白い点と言いますね。ぜひ桃とか鬼とかもっと詳しく知りたいなっていう方は、自由研究でやってみてください。
今回はいつものテスト勉強的なお話とは別に、昔話桃太郎についてご紹介いたしました。この動画が少しでも面白いなと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。楽しい夏休み、エンジョイしましょう。それではまたねー。